はい、こんにちは。今回もね、これまた貴重な、車なんですが、これはルノーのトラフィックという、車です。初代の、トラフィックは1980年から2000年まで、結構長いこと、販売されました、車だったんですけども、これは2代目、でして、2代目は2000年から2014年、まあ、初代に比べて2代目は短いんですけども、これは2000年にフルモデルチェンジした2代目トラフィックはジェネラルモーターズと共同開発され、ロブスコールよりオペルではベベールとして発売されています。でまたルノーの最新作の日産自動車ではブリマスターとして販売されています。でパリではルノーによって設計され、ブリマスターやリビールとともにイギリスのルートにある GNN ルートにて生産されています。でまたバーンは3人乗りから9人乗りまでバリエーションが、まあ、存在して、2006年フェイリストが行われ、フロントグリルの形状とウィンカーの位置が、まあ、変更されたらしいんですね。まあ、主にフランスとかイタリアとかで、活躍する車かな。だからまあ日本ではあまりこれはあまり見かけないですけどね。まあまあ、日本でいうところなところだとハイエースとかキャラバンとか、まあ、ああいった感じの、まあ、いかにも営業車っていうか仕事で使う車っていう、位置づけだと思うんですね。で、まあ、ある意味で言えばその自家用車みたいな感じで使うというのであれば、例えばそうですね、日本ドイツでいうとこの V クラス、メルセデス・ベンツの V クラスとか、トヨタの日本でいうとこのトヨタのアルファードとか、あとは日産のエルグランドとか、ホンダでも前は、エルシオンなんて車が昔ありましたけども、まあ、ああいった車に自家用車として使うのが、ああいった車が、ターゲットではないかなというふうに思います。でもまあなかなかの、これはマジョレットのまあミニカーなんですが、まあ最初の時はね、比較的買いやすい、値段だし、まあ、よく見かけるっていうか、まあ浮いてるとこ限りがあるんだけど、マジョレットは。でもまあそんなに最初の時はそんなに珍しくないかなというふうに思うんですが、これが年月が経ってくると、いつの間にある店からなくなるんですね。で、店からなくなった途端に希少車になってくるから、まあ、これは今となってはもう、まだあればね、手に入りやすいけど、なくなればもう希少車ですよ。で、まあ、マジョレットってのはフランスのミニカー会社だから、やっぱりフランスで、まあ、走り込んでる、走り回ってよく見かける車というのを多分、こう採用してると思うんですね。そうすると右側が採用する、まあ、基準点として、子供たちが普段から見慣れてる車が、まあ、主だと思うんですよね。あんまり見かけないような車はあんまりその採用されないし、あるいは憧れてる車とかね、だかそういった車として、まあ、働く車だったり、スポーツカーだったり高級車だったりっていう、あるいは時にはスーパーカーなんてのもありますけど、まあそういったのがメインで中心になっていくかなと。まあそれがミニカー業界としてのまあ役目というかね、主な取り組みだと思うんですよね。これがある意味トミカで見るとヴィンテージみたいに大人向けとかになってくると、まあ子供が明らかさまにちょっと小学生でもちょっとわからないような車、まあ、マニアックな車ですよね。そういったものを、まあ、採用していくと思うんですけども、まあ、マジョレットにしても、まあ、トミカにしても、まあ、基本的にはシクにしても、まあ、子供たちが中心に考えられているミニカーメーカーだから、まあ、子供に馴染みがあるか、あるいは憧れを持っている車、まあ、それをこう保育園児のこととか、まあ、小学生ぐらいのあたりのことかな、まで調査して、で、あれなんですね、こう作り上げてるんですね。だからまあなかなかこういっ
った車というのはね、まあフランス、イタリアではよく走り込んでるかなと思います。で、これがちょっともう緩くはなっているんですが、こうやって開けると、ここのドアが開いて、こうやってね、こうやって閉まるようになってますね。で、なかなかこれは黒いところがいいなと思って、で、トラフィックのこれが内装なんですが、まあ本当にこう見かけ的にパッと見た時にね、なかなかこう 黒いボディというか、まあそういったところなんかに対しても、なかなかこれは、ずば抜けていい車だなと思いますね。で、ちょっとこう都会らしさが出てるっていうかね。で、こう意外とこういう車って色によって地味な色になったりするんだけど、こういう風な黒とかの色を使ってかっこよく見えるもんですね。やっぱこういうところがまあ不思議だなというふうには思いますけども、まあなかなかの、いい車だなというふうに思います。どうもありがとうございました。